こんにちは、株式会社こだまガラスこだまです。今回はルーバー窓のガラス切断面にされているホイール加工、ジャロジー加工とはどのようなものかご説明いたします。まずルーバー窓にはどのようなガラスが使用されるのかについて、通常はこれらワイヤー入りガラスをはじめ、網のない厚み6ミリの硬板ガラスや透明ガラスを使用することもあります。ルーバー窓はガラスの短辺が枠に入り、長辺は小口がそのまま見えている状態になっています。ガラスが切りっぱなしだと危険なため、通常この長辺の部分にホイール加工と呼ばれる加工をします。通常の磨き加工とは違い、断面がかまぼこ状に少し丸くなり、小口は白っぽい状態となります。通常の磨き加工がこちらで、ホイール加工はこちら。このホイール加工はルーバー窓のガラスだけでなく、たまに見かけることもあると思いますが、水屋の引き戸に使用される直引き用引き戸のガラスにも同じ加工をします。では参考までに、どのようにしてホイール加工がされているのか、実際の映像をご覧ください。ここに入りましたね。で、持ち上げなかった。ホイール加工。ペーパーでやるとかまぼこ磨きになる。いかがでしたでしょうか。ルーバー窓のガラスや直引き用引き戸のガラスの時にするホイール加工ですが、通常の磨き加工ほど綺麗ではないですが、最低限安全で価格も少し安くなりますので、これらのガラスに使用される場合はホイール加工をお勧めいたします。以上、ルーバー窓のガラス切断面にされているホイール加工についてでした。毎週木曜日に動画を公開しています。ガラスに興味のある方はチャンネル登録をお願いします。ではまた来週。なんか解説さらねんな、こうやったら。どうぞお願いします。やっぱ網は難しい。あのね、こうとしてポコンじゃなくてグッグッとしたの。ワイヤーを切らない。カッター入れるのは一緒なんですけど。ここに入りましたね。で、持ち上げなかった。これでいって、グッと。もう一回やる？もう一回やる？もう一回やる。まあ、これやっぱり普通のガラスより当然難しいですよね。そうですね。これまだ短いんであれなんですけど、入れるのは簡単だけど、グッとこう。はいはいはい、次50いきましょうか。いけへんね。で、行って、入って、50いけるかな。これ、ぐーっと起こすんですよ。
躇したら刃も入るんだよ。だから躊躇しちゃんと一気に切って、一気に切って、一気に切って。